えー、台風のあと、また最近台風がありますというニュース番組がありましたけれども、皆さんの地域ではどうでしょうか沖縄、えー、至って、えー、夏、暑い夏の一日ですよね、えー。週末に向かう木曜日の午後のひとときをどうぞご一緒にお楽しみください。心理のハッピートーク。この番組はギノワンヒルズ通り FM ギノワン。 海の見える素敵なスタジオより2時26分まで放送いたします。皆様最後までお付き合いください。4月から始まりました、シンリーのハッピートーク。ご視聴の皆さん、いつも本当にありがとうございます。この番組では、ゲストをお迎えして、インタビュー形式でお話を伺ってまいります。今日のゲスト、すみません <coughs>。今日のゲスト、奥平裕太さん、そして、 ナミさんちょっとごめんなさい敵が出ますはいすいませんナミさんえー、今日のゲストというところから始めますね今日のゲスト奥平裕太さんそして奥様の奥平紗美さんです 奥様は台湾ご出身ということで、ご本名がハンシンイさんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい今日はあのハンさんと呼ばせていただきますね。よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。あ、ありがとうございます。え、奥平さん、今日はどちらにいらっしゃいますか？今日は事務所ですね。はい、はい、あの。ま マキシにある事務所です。あ、そうですか。ありがとうございます。うんはい、あのご夫婦で、えー、ぜひあのご出演というお声をけをしておりましたのでありがとうございます。は,い、はい、ありがとうございます。はいはい、えー。奥平さんご夫妻はまあ先ほどもご紹介であのお伝えしましたけれども沖縄と台湾の国際結婚ですけれども、えー、無茶ぶりになるかとは思うんですが慣れ染めなどをお聞きしてもよろしいでしょうか。慣れ染め慣 <laughs> れ染めですね。 はい、はい。あのー、今はええー、まあ自分でを起業してですね、うん、僕は、はい、あのー、やってるんですけど、二、はい、年半あ二年半前かな三年前に起業したんですが、うん、まあそれまで全職がですね、はい、あのー、まあ通信系のあのー、会社にいまして、はい、でその時にあのはいえっと知り合いました。ああそう沖縄でということでしょうか。はい そうですね。はい、沖縄ですね。そうですか。うん、もうその時にあのハンさんは沖縄にいらっしゃってたんですね。そうですね。はい。えー、あの、うん、職場の取引先っていうか、うん、<laughs> <laughs> そこであの懇親 <laughs> 会であー、はい、そうですか？ナンパされちゃったのかな？ 分かりました。じゃあ後半でそのあたりはね、アンさんのこと、はい、あのお仕事などは後半でお聞きしたいと思います。あのではあの奥平さん、奥平裕太さん、うんあの、ぜひお仕事などをお聞かせいただきたいんですが、やっぱり通信関係で独立されたということでしょうか。そうですね。えーまあ、当初、まあ、2年半 の前の独立した時は、えー、ときは、マーケティング系のですね、Google の MEO 対策ですとか、はい、あとまあホームページ作成とかですね、制作とか、うん、まあその辺まあ今もやってるんですけど、うん、今はまあメインとしましては、デジタルサイネージいってですね、いわゆる電子看板なんですけど、まあ、LED ビジョンとかいったりもするんですけど、はいそそそ、総称して、このデジタルサイネージを、えーまあ、補助金を使って販売したり、 えー、あとシステムを、まあ、レンタルしたりですね、そういったお仕事をあのしてますそうですか、デジタルサイネージって、まあ、あの耳には届いてくるんですがど、どんなものなんですかね、例えばあの空港で映像とか、うん、なんかそんな風なイメージでいるんですけれども。はい、あそうですね、えー、それもデジタルサイネージの種類ですし。えー 今、はいあの、国際通りにですね、僕はちょっと関連してないんですけど、民間の琉球新報さんとか沖縄電力さんとかですね、はい、え連携してあの、98台かな、ずらーっとあのあのパレットの方からあさとの方まで、はいあの、デジタルサイネージが入ってますので、結構盛り上がって。 ぜひ、行かれたときには見ててみくださいたくさんの方がねそちら方面行ってらっしゃると思うんですが、あーってね、今おっしゃってる方がいらっしゃるかもしれないんですが、そうですか、それ以外ですと、どんなところに使われてるというか、あるんでしょうかそうですね、交差点の稼働だったり、あとでも、発行物というかですね、パーソナルジムとか。 ヨのあのイメージですとパーソナリジムの,この歩くところの前にこう画面があったりするんですが、あ,あれもそう,んで,すそそうですね、スタンド型の縦てとかですね、<laughs> えー、あちらにこうメニュー表示したり、あと広告流したりですね。あ本当に総称して小さいものか大きいものまであの、はい、デジタルサイネージというようなあの業界ではそういう呼び方になってますね。そそうですかそれを、うんまあ、あの ご契約を取りながら取り付けているというか、そういうお仕事ということでしょうかそうかそですねあの取り付けはまたあの設置業者さん提携しているところがあって、ですねあ、はい、あの私の場合はそのものの、えー、提供と、ですねあとシステムの提供というような、はい、あの立ち位置になっています。 あとまあ補助金の申請ですね全部あのサポートしてやってますんでなるほどそのデジタル、はい、デジタルサイネージは補助金を使ってあのそうですねはい設置っていうんですかす設置ができるということなんですねそうですねはい、えー、じゃあ意外とこうお手頃にまあそしてしっかり、うん、あの使っていけるということですねはいそうですねあそうですか。 沖縄だと意外ともうあの広がってるんでしょうか、いろんなところでいろんな方が使ってらっしゃるそうですね、はい、はい、あのー、まあ、先ほど言った、まあ、スタジオ系もそうですけど、花屋さんとかですね、あと<で>飲食店の方とかですね、不動産の事務所とかにも入ったりしてますし、あそうですか、はい、だいぶ広がってきてますね、えー、今、うんはい。意外と手軽に魔法条件に使えるということなんですが、あのーはい 奥平さんと一緒にやっていくと意外と手軽に、うん、あの設置ができるっていう感じですかね。も、はい、うあの手軽にはい、えっと、うんうん、まあもうほとんどこちら側でありますので、申請の方もですね。サポートをしてやりますので、まあそこまでもう全然ご負担なくできますんで。そうですか。リスナーの皆さん、ぜひあのご商売していらっしゃる方もたくさんいると思いますので、ぜひあの奥平さんにアクセスしていただきたいと思います。会社のホーームページあるいはの情報など またあのこの後と、えー、YouTube 配信がありますのでぜひ YouTube のあの下の方に貼り貼らせていただきたいと思います <laughs> 情報などいただきたいと思いますお願いしますありがとうございますはい、はい、ありがとうございます,いますはい、はい、でそうですねあの、えー、場所が国際通り沿いにあの事務所を構えていらっしゃるということなんですあ、えー、沿いではないですけどちょっと入ったところですねあそうですかはい。 牧師駅の近くになりまして、もう大体いい作業場なんでですね、ええ、あの店舗みたいになってる感じではないんですけど、あそうです <laughs>、はい、でも、まああの、とても近い立地としてはとてもいいところですよね。はい、非常にアクセスはいいかなと思ってます。そうですねあとですね、YouTube 配信の方はあの見れると思うんですが、今 BNI というのがあの壁,壁の方に貼ってあるんですが、ああ BNI 活動も。 一生懸命させてウェブマスターというふうに書いてありますね。そうですね。<laughs> <あ>で。あ、これものでで,であの出るんですね。あのあ映像で。えーっそか。YouTube だと、はい、そうかそういうことですね。そうですね。はい。良ければぜひあの交流会があってあ、うん、はいはい活動してます。あ、そうです。沖縄だと何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。<laughs> はい BNI のグループは今350名ぐらいですね、えー、結構増えてきてましてすご,すごいですねで皆さんで切磋琢磨して活動されているという、はい、BNI のいいところをなんてご紹介していただくと、はい、<う>いいところ <laughs> いいところですねまあやっぱ一つ理念として持っているのがやっぱりあのその周りの方々に えー、与えることを意識してやってっいますね、はい、あよくねあのギバーズゲインっていう私も聞くんですけれども、うん、そうですねギバーズゲインまさしくそうで。そうですかということは、うん、あの奥平さんに、えー、アクセスしていくとギバーズゲインでしごお仕事がいっぱい入ってくるっていう感じでしょうかね。<laughs> <laughs> あのそのイメージでいいいいと思まますすよろししくお願いします <laughs> なかなかの厳しいところでもありますのでね、はい、ぜひ皆さん、売り上げを上げたい、人、うん、脈を広げたい、いろんな思いがあると思いますぜひぜひよろしくお願いします。リスナーの皆さんもぜひアクセスしていただけたらと思います。<laughs> ありがとうございます <laughs>、はい、こちらこそ、奥様が、ね、ちょっと手持ちぶたさで申し訳ないんですが、後半 <laughs> たっぷり聞いていきますので <laughs>。<laughs> いや仕事の先手を。ありがとうございます。では、あのこちらで、えこれはあ,のあいみょんの「愛の花」というリクエストをいただいておりますが、ハンさんからのリクエストというふうにお聞きしました。よろしいでしょうか、ハンさん、はいあ。あいみょんさん、ファンですかあ、大好きです。あ<ー>、はい、よくございます。あ、そうですか、すごいらしいですね。<laughs> <laughs> それでは、ハンさんから、奥様からのリクエスト曲で、あいみょんで「愛の花」、どうぞ。 はい、それではえっと、はい、曲は後から入れますので、はい続けていってよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあ始め。はい。お二人ともこう前に寄っていただくと顔が、ね、はいお願いします。すいません、記憶。これブレブマスっか,か。B.M.M. のいいんか。よし、あのあそういうこと。大丈夫でしょうか。はい。ではなみ、はいえー、さん引き続きお願いします。じゃあ始めていきます。 はい、はい、どうぞ。真理のハッピートーク。今日のゲストは奥平裕太さん、そして奥様の反真理さんです。引き続きお話を伺ってまいります。 え前半はあのゆうたさんの、えー、奥平さんのお仕事のお話ちょっとだけプライベートなお話 <laughs> 伺わせていただきました後半は奥さんのハンさんのお仕事またねあの台湾ご出身ということなのであのどういう経緯で、えー、沖縄にいらっしゃったかなどお聞きしてい,っていきたいと思いますではあのハンさんお願いしますお願いします台湾からは どのような経緯で沖縄までお仕事かなとは思うんですがちょっとお話を聞かせていただけますかそうですね、あのーはい、日本来て20年ぐらいはなってるんですけど、うん、そうですかで最初、えー、東京の渋谷の留学ちょっとご学校旅行させていただいていて、はい、でそこから卒業してから、うんあのー、東京の会社でも就職をして、うん、2>, で2軒目の会社に入職。 入社してからあの、はい、沖縄にあの転勤する形で、うん、今沖縄にいるって感じですね,ね。そうですか、それで奥平さんと出会って、まあ、今に至るというところだと思うんですが、どうでしょうかね、あの沖縄は台湾と、まあ、気候的にも似てらっしゃる、似ているかと思うんですが、 住み心地とか、まあの,、はい、ッのこう横のつながりなんかどうでしょうかね。<あ>とてもそうですね。自分には合ってるかなと思いますね。あすなんか台湾と似てて、公設一番なんかも台湾の市場とその雰囲気も一緒かな、匂いも一緒かなと思いましたね。そうですか。じゃあ本当にあの、はい、第二のふるさとというか、まあ、今はね、もうこう結婚されてふるさとになってるかと思うんですけれども。はい、あ,とあの えー、ご結婚されて後でしょうかねなんかあの、中国語の講師も始めてらっしゃるとお聞きしたんですが、今は中国語の講師をされているという。今、いろんな仕事をさせてもらっていて、まあ、ご縁があって、はい、あの南城市にある、えー、あの知り合いのカフェで、はい、日曜日、 週一で中国語を教えたりとか、あとあの、ですね、インバウンド向けの飲食店だったり、はい、そういう中国語の通訳、えー、翻訳とかをさせてもらってますね、うんうん。そうですか、幅広くお仕事されてますね。で,すねでも、楽しいですね。自分の持っているものがこう、皆さんと一緒に、ね、活用できて、活躍できて、すごくいい,い,い感じで、あの沖縄に、えー、いらっしゃるな、というふうに。 思います新聞などを見るとあの、まあ、石垣島、ね、沖縄本島からまたちょっと違う島になるんですが秋頃からでしょうかね桐生にあの定期フェリーがー、はい、っていうのを、ねはい、まあちょっと今日お二人がいらっしゃるので新聞ちょっと見直したりしたんですけれども <laughs> そういいうう情報も入っってらっしゃいますかそうですね船って結構台湾の方たちすごい大好きで。 えっと、回りやすくて、うん、あと荷物の、なんか、あの、なんていうの、重さとか、件数問わずに。えっ、ー、と、えー、持っていけるので、なんか買い物とか、一番、ねはい、船利用されることが多いかもしれないですね。そうですよね。なんか、あの、そういう情報を見つけて、あ、あ、今日、あの、ハンさんとね、お会いするので、あ、これをお話ししようと思って、ちょっと <laughs>。持ってまいりましたけど、い、えーはいとんでもないです。始ま、そういうことが、フェリーが始まるとね、なんか、週に。 23回というふうに書いてあったりしたので、本当に台湾がよりぐっと近くなるなと思って嬉しい気持ちなんですけれども、台湾には意外と、はい、あの帰省されるんでしょうかね。あそうですね、ちょうどもう今月、うん、もうあと2日間でか1回帰ります。<あ> <laughs> そうですか。ええー。<laughs> じゃあ,あの定期的にご夫妻で行かれるんでしょうか。あそうですねあのあ ユタの方はどこでもパソコンがあれば働ける環境になっているのでなるほど今の時ですね本当にちょっと1時間実際があるんですけども結構調整しやすいのかなと思ってますねそうですねほんの1時間ですもんね早いんですかね遅いんですかね今は遅いですねはい台湾も夏時間とか冬時間とかあるんですか それはなあのいやないんですね。はい、ずっと。じゃあ1時間の時差があるってことですね。なんで話聞くと昔本当は沖縄の時間も台湾と同じ意図なので、ええ、本来なら同じ,じあの時間大抵はあるんですけども。ええ、あの日本に所属してるので、はい、そこは1時間早いみたいな。風にはなってるのか<ー>聞いてて面白かったなとそう, <laughs> そうですか？あの。はい 飛行機、まあ、フライトで行くと石垣、まあ、さっきの、ね、船のお話も出たんですが、石垣から台湾って30分ぐらい、チェックがあったりするので,ですけど、す <laughs> 乗ってるのは30分と聞いておりますが、本当に近いんですね。どうでしょうか、あのご主人のゆうたさん、まあ、年に何回か台湾に行かれるということですけれども、うんはい、台湾、どうですか いやいいですね、台湾も大好きです。あよかったです。食べ物とかもね、同じような感じですもんね、おいしい。で、あの観光地が素晴らしくいいんですよね、九分であったりとか、あの本当にあの今、ナンバーワンじゃないでしょうか、日本からの観光場所ということで、台湾、いいですね、あの羨ましいなって聞いてて思うんですけど。 <laughs> じゃあ,あのまた、えー、今週後半ですかねあの、台湾に帰省されて、うんでまあ、10日か2週間ぐらいいらっしゃって、またあの帰国されてっていうことでしょうか。えーうん、今だとう今だと台湾は気候的にはどうなんでしょうあまり変わらないかなと思うんですけど。<laughs> 同じですね。ねうん、お沖縄は同じくらいですはい、いいですね。あの 国際結婚ってそういうところがとても楽しいなと思ってねたくさん国際結婚カップルいらっしゃるんですが本当に台湾と沖縄素晴らしくあのいい相性だなというふうに <laughs> あの見てて思いました <laughs> あ,<ー>ありがとうございます,す、ね、はいありがとうございますじゃあ今後ももっともっとこう台湾のいろんなお仕事があの入られて、まあ、されていくと思うんですけれどもあのどうでしょうかね、えー、ご自分で独立したりとか あるいは、ね、せっかく交渉されてるので、あの、オンラインスクールをやったりとか、が、そういう夢はございますか。あ、オンラインスクールも、もともと、やってたりしてたので、うん、なんか。かニーズがあれば、あの<っ>一応、はい、あの、自分のペースに合わせて、働っていこうかなと思ってます、ね。なんか、無理して、たくさん、詰め詰め、ううん、ゆうたもめっちゃ、仕事人間なので、たくさん働くんですけど、自分はもう、ゆっくり<あー>。<laughs> <laughs> させてもらう感じですねそうですねまたね家族の計画もいろいろあるかと思いますけれど多くなっていくとねまたその分楽しいかななんて思います、はい、いいですねあの国際結婚いいですねうれましい楽しいです <laughs> 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 ありがとうございます <laughs> まあおちとうさまって言ったほうがいいのかしらね <laughs> <laughs> はい本当にありがとうございますええー、私もねあの、まあ、那覇に行ったりしますので今度はリアルでお会いできたら嬉しいなって思います ぜひぜひお願いします。あ、こちらこそお願いいたします。ありがとうございます。えー、楽しくお話を伺ってきましたが、早い戻りものもお時間となってまいりました。今日まあっという間の30分でした。今日は、えー、奥平優太さん、そして奥様のハン・シンさんとご一緒に国際結婚のこと、お二人の、ね、お仕事のことなど伺ってまいりました。ありがとうございます。ありがとうございます。 もしよければ、えー、せっかくですからあの沖縄のゲス、沖縄からのゲストってちょっと少ないのですごく私も嬉しいんですけれども、なんか沖縄のご紹介いっぱいしていただいたら、これはあの、えー、いろんな方が聞いてらっしゃると思いますので、よかったらぜひ、えー、ご主人、ゆうたさん。沖縄の紹介。 あるいはあのお仕事の紹介でこんなことやりたいとか<ー>将来的な夢なども最後にお聞きしてたらいいかなそうですまあでもやっぱ台湾があのー、はいえっとまああのー、ねやっぱり近いので、はいうん、何かしらやっぱ台湾で事業展開っていうのはやっていきたいなと思ってますし、はい、あそうなんですね台湾のその東あ西側 の方は観光とかいいろろ台南台北台中台南とかですね盛り上がっていると思うんですけど結構東側がですねまだあんまり知られてないところも多いので太平洋側というかですね沖縄側沖縄に近い方というかいろいろ素晴らしいファーリアンとかイーランとかですね素晴らしい街がまだ昔ながらの台湾が残ってたりもするのでそういったところでこう。 なんか授業で盛り上げていけたらあのまたいいななんて思ってますね。そうですね。はい、まだまだ知られていない台湾があるってことですよね。うん、はい。はいそうですね。ぜひあの今度は台湾からインタビューさせていただけたら <laughs> <laughs> 嬉しいですよね。<laughs> 台湾の状況とかあまあ、こういう風に起業したっていうねいろんなお話が聞けたらすごく嬉しいなと思いました。うん、<laughs> 本当に今日はありがとうございます。 しいこのあと YouTube 配信が始まりますのでどうぞ皆様あの会社のホームページを貼っておきますので貼らせていただきますのでクリックしてあの奥平裕太さんそして、えー、奥様のハン・シンイさん情報提供あのさせていただきますありがとうございます今日はえー、今日のゲストは奥平裕太さんそして奥様のハン・シンイさんをお迎えして、えー 放送させていただきました。えー、番組に参加してくれた皆さんありがとうございます。お相手はシンディでした。それではまた来週、同じ時間にお会いしましょう。ありがとうございます。あり,ますありがとうございました。さよなら。さよなら。<laughs> <laughs>